こちらが携帯電話に入っている SIM カードですこの小さいカードの中に私たち利用者の情報が入っています現在 A 社の携帯電話には A 社の SIM カードが B 社の携帯電話には B 社の SIM カードが入っていて B 社のカードを A 社の携帯電話には入れてもロックされ使うことができませんしかし来年度からは どの携帯にどのカードを入れても使えるようにすることが義務付けられる方針ですこれが SIM ロックの解除です SIM ロック解除は利用者にどのようなメリットがあるのでしょうか例えば A 社の携帯電話を使っている場合 A 社は通信速度が速いしかし料金が高いでも自分は通話やメールしかしないそういう場合は 通信速度の速さは必要ないため料金が安い B 社と契約し B 社の SIM カードを自分が今持っている携帯電話に入れることで利用することができます反対に B 社の携帯電話を使っている場合料金が高くてもいいので早い通信速度でインターネットを使用したいという人は B 社の携帯電話のまま 通信速度の速い A 社と契約することができるようになります。これからは携帯電話の端末と料金を利用者が自由に組み合わせることができるようになりそうです。